マジのロケット団三浦と基礎山中のウラチューン、ウラチューン、ウラチューン。さあ、今週もやってまいりました。はい、皆さん多分これあれですね、火曜日の12時に12時ね、時計の前で正座して待ってくれてたんでしょう。多分。はい。漫才協会が YouTube で毎週火曜日、12時正午に配信している音声番組でございます。はい、漫才協会のラジオなので略してマジオでございます。うん、さあということで今回も、14回目。4回目ですね。早いですね。どれぐらい浸透してんでしょうね。そうですね。とりあえずは。まあ、グラさんの数はやっぱ増えましたよね。あ、やっぱりこの番組、やっぱさ、そうですよね。ですよね。まあでも変えるんですね、やっぱグラさんは。変えますよ。変えるんですね。はい、でも僕を思い浮かばせるようなグラさんってやっぱり結局意味ないじゃないですか。普通やわ、ほんまに。そんなんないよ。バカな人いる、ここに。バカのおじさんがいる。ということで、ロケット団三浦と、バカの裏チューンということでございます。はい。さあ、ということで、漫才協会は、うん、漫才師の集まりです。そうですね。はい、東京の漫才師、はい。東京の漫才師です。はい。久々に聞いてみよう。上は内海桂子師匠から。はいはいはい。下はもう、あれですよ。はい。何でしょう、ね、探しすぎパンフレット目を皿のようにしすぎ、芸人ザブラストまでいろんなし、はい、ということでございまして、はい、これで名前出したらありがとうございますって言われる人がいるでしょ、若手の人。わけわかんないやつ。別にあなたたちを盛り上げようと思って名前出してるわけじゃないからね。ただ単に面白いと思って言ってるだけだから、勘違いしないでみんな。はい、ということで、そんな、人、芸人ザブラストも出てる漫才大行進でございますが、漫才協会が、1日から19日まで毎月浅草東洋館というところでやっている興行でございます。はい、12時から16時半、午後4時半まで、はい、漫才協会の芸人がずっと漫才をやっております。うん、さあということで、東洋館の電話番号は、東京03-3841-6631、うん、東京03-3841-6631。あの俳優須藤浩一さんも今気になる人物ナンバーワンに挙げている今村さんが、あ、そうですか、はい、電話に出てくださると。須藤さん聞いてんですか。須藤さん聞いてるみたい。聞いてんだ。はい、僕ね、あのフェイスブックにシェアするんです、いつも、はいはいはい、あのこの番組の、はい、そしたらコメントが1件入ってて、はい、誰かなと思ったら今村さんに会いたいって須藤さんがコメント入れてくれてます。俳優のね、そうなんですよ、天まで届けとか出てる五郎ちゃんで同じ、ね、はい、ということでぜひ皆さんね、今村さんに会いに、ついに出ましたか、そんな人が。そうなんですよね。だまあ本当は今村さんがチケット売り場でね、やってくれてれば、うん、チケット買わずに今村さんに会えるんですけども、ね、いかんせんチケット買った後にいますから、そうなんですね。それが今の東洋館の一番の問題点ですよね。ね、この間おばちゃんに囲まれてましたよ、あの受付で。でしょう、でしょう。中に入らずにみんな、そうですよね、今村さんに会いたいっつって。だからみんな芸人ががっかりするんでしょ。そうですね、俺の出待ちかと思いきや、はい、全部今村くんやないかみたいな、ね、という今村さんがいますからね、はい、看板ですもはやね。本当です、はい、ということでございまして、さあ、はいはい、もうね、どうなんでしょう、夏休みはまだちょっと早いかなという感じ。七夕ですよ。あ、そうだね、7月7日だから、ね、ね、まあ、田中さん一切関係ない番組ですけども、はい、くれませんけども、はい、願い事ある？一応聞いてみようか。願い事ですか、うん、なんか短冊に何か願い事書くとしたら何書きます？どうしようかな、うん、綾瀬はるかとデートがしたいですね。バーカ。分かんないですよ、この後。いや、本当ですよ、本当にこれ分かんないですよ、ね、もしかしたら加藤夏希ちゃんとデートとか。懐かしい。その話する、また長くなるから、またその話する。つまんでつまんでいきましょうよ。つまんで久しぶりするからな、覚えてっかな。そう、この間ね、僕仕事で、はいはい、結局会えなかったんですけど、はいはい、加藤夏希ちゃんがなんか遊びに来るかもみたいな。へえ。そう、なんか僕イベントの司会やってて、で、あ、これもし来てくれたらもう絶対に、あの、三浦君知ってますかっていう話でぐっと距離感縮めたろうと思って結局なんか仕事で来れなかったんで。結婚したんですよね、あの人ね。そう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 、だからご主人と来るかもって言ってたんですけどね。うん、そういう話しとく。どんなでしたっけね、まず。だからツイッターのフォローされたんでしょ、三浦君のツイッターが。あ、そうです、そうですね、うん、で、はいはいはい、なんかどっかの現場で会ったんだよね、確か。そう、あのね、確かね、三平師匠の結婚式かな、うん、二次会かな、うんうん、はい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 、で、挨拶したんだよね、確かね。挨拶して、うん、で、あの人寄せ好きなんで、あ、はい、落語とか結構ファンなんだよね、
それで挨拶して見てますみたいな感じになって、うん、それでツイッターのフォローしたんでしたっけね、僕が。そう、フォローされてたのを外されたんじゃないですか。そうだ、挨拶した直後にフォロー外されたんじゃないですか。そうだ、そうだ、そうだ、そんな、そんなんだ。だ、挨拶がこうそうしなかったっていうことですよね。そうです、ね、そね、で、萌ちゃん、福田萌ちゃんと仲良かったから、はいはいはい、その加藤さんが、はいはいはい、で、なんかみんなでじゃあご飯でも行きましょうみたいなことで話になって、その直後にフォロー外されたっていう。つれー。そうそうそう、ねね、芸能界ってあんまええところやないね、ほんまね。テレビなんか何の夢もないよ。そうですよ、タレントの飯食いに行こうなんて女性タレントなんて嘘やもんね、ほんとね。そうですよ、行った試しないわ、ほんとね。ちょっと暑いっす。暑い、うん、いや、暑い、暑いこれはね、普通に会議室で今やってますからね。はい、まあまあ、という感じでございまして、懐かしいな。はい、なんでそんな話になったかすっかり忘れちゃいましたけども、はい、まあ、とにかくですよ、はい、夏休みで、はいはい、ね、あ、そうだ、それとか綾瀬はるかちゃんとっていうくだりからなって、七夕のね、そうそうそう、木曽さんなんですかね。あ、聞きますね、願い事。あ、そうですか、一応聞きましょうよ。そうですね、じゃあ、ダブルコロンもう一回やろう。おー、嘘嘘すげー、嘘や、編集でここだけ、編集でここだけ変に切ったらあかんね。ちょっと拡散しよう、今の。やめとけ、やめとけ、やめとけ、やめとけ。すげえな、やめとけ。絶対に組む気ないから。本当に、はい、まあまあそれはいいんですけど、はいはい、やっぱ無茶ぶりってするもんやないですよ。必ず自分に神秘返しがね、来るということで、さあ話戻しましょう、はいはいはい、夏休み限定特別企画を改めてご紹介したいと思います。すで、うん、はいはい、に企画始まってはいるんですが、うん、お子さん学生さん限定で、夏休みの週末土日、フリーパスを発売するこれはいい企画ですよ。漫才大行進ですね、はい、はい、ということで、まあ、7月4日からスタートしてるんですが、8月の16日曜日までの毎週末の土日、うん、土日、学生さん、あと4歳以上のお子さんは全て見放題、どれだけ見ても3,000円。これは学生は大学生も入るんですかね。ですよ、学生証だけ提示してくださいと。これはいいですね、来た人いるかな、この間。何でしょう、我々はこういう仕事を選んで、うん、まあね、少なからずやっぱ他の人より興味があったから、はい、やっぱこの世界入ってるわけじゃないですか。そうですね、でも実際生で見る機会って考えたらそんな長かったですよね。ないです、ないです、全然なかったですよ。で、田舎、田舎だし、ないですよ。 どこでしたっけ、何村でしたっけ。何村じゃねえよ、え、市だよ、ちゃんとした。何市、山形市だよ。山形市、山形市だよ、知ってるだろう。え、それ 何県でしたっけ。山形県だよ。県庁所在地です。あ、そうでしたっけ。だからほら、山形で芸人さん生で見るって言って、まあ、実際そうはないでしょ。うん、で、僕は神戸なんですけど、はい、まあ、比較的、まあ、その大阪近いので、うん、まだ見る機会あったんですけど、見たことあります。でもね、やっぱ生の若手芸人とか漫才って限ると、これね、本当にね、高校3年の時が初めてですね。あ、誰ですか、ちなみに。その時はね、誰だっけかな、あ、高校3年じゃない、大学の3年、うん、あ、そうそう、高校3年はね、芸術鑑賞で落語を見たんだ。あ、なるほど、そうそうそう、で、大学3年に心斎橋2丁目劇場というところを見に行って、はいはいはい、そういうことで出たのが雨上がりさん、藤原さん、千原兄弟さんとか、なるほど、ジャリズムさんとかが出てて、今だと考えられないですけど、はい、それでお客さんがね、半分ぐらいしか入ってなかった、うん、でもう今そのメンツとんでもないことになるじゃないですか。でもやっぱ生って面白いなっていうのを、やっぱその時に僕は肌で感じて、かっこいいなと思ったんですよ、当時は。なるほどね、うん、で、いざやったらこんな大変な仕事かとは思いもよらなかったですけど、そうですね、初めて最初見たっていつですか。覚えてないな、初めて、うん、東京来て見た芸能人がフジテレビの福井アナウンサーでしたけどね。そう、芸能人って言っていいのかな。小田急線じゃない、小田急線じゃない、小田急線沿いです。でもどこで見たか、俺小田急線で、俺も、あ、やっぱそうですか、見たことある。こういうグレーな個人情報言っちゃっていいのかな。ね、ごめんなさい福井さん、はい、あ、でも分かんないな、覚えてないです全然、ね、だってほら今の話で言う通り、その芸能人を生で見ることすらレアじゃないですか。はい、僕ね、ジャック・ウィルソンさんを1週間に2回も偶然見かけたことがあるんですよ。すげえ、めっちゃ感動しましたよ。
あの筋骨隆々とした、あの体格を見て、東京来たなと思ったもんですよ。なるほどね。だからやっぱり地方から来るきっかけとしてもちょうどいいんですよね、週末なんかは。そうですね。ね、で夏休みだし、まあ、スカイツリーとか、雷門とか見て、で、まあ、それはベタなコースですけど、でやっぱ浅草堪能するんで、園芸って一つね、選択肢あっていいと思うんだよね。ね、一回見てみたら結構ハマるかもわかんないですよね。そうなんですよ。だからやっぱり、一応それぞれ Facebook とかブログとかあるんで、はいはい、これはここではちょっと公には言えないですけど、そうですね、おすすめの日とおすすめじゃない日はありますので、これは個々で連絡もらえれば、ね、この日はなしとか言いますから、この日は何時以降に入れとかね、そうそうそう、そのありますから、いろいろと、こっからここまでなしとか、出入り自由だから、これは、言ったら、見放題だから、そうですね、うん、だから極端な話、この人とこの人の間にご飯食べに行って、沖縄そば行って、でまた戻ってきて、そう、それいいですよね、うん、もうできちゃうんだよ。うんうん、これ俺らがすごいその発言力、求心力があるタレントだったら、はいはいはい、本当に言った時間帯客席ガラガラになったりとかまあまあね、求心力がないのでまあ幸いです。幸いしましたね。ですよね。いやこれでもいいですよ、うん、いや本当ね、こういう機会にぜひね、生で見るとやっぱ迫力もありますしね。そうですね。ぜひ、生じゃなかったら誰ですか、一番最初に見て、あ面白いなってテレビ見て、テレビ見てやっぱね、僕は関西出身なので、はい、まあ、ダウンタウンさんとか、ね、だからちょうど高校3年の時に、うん、4時ですよだっていう関西ローカルの伝説の帯番組があって、伝説の番組っしゃん。でそれこそ今田さん、東野さんとか、はい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 、まあ、板尾さん、倉野さんも130に出れて、でもうね、本当にかっこよかった、みんな。あちょっとテレビ出れるようになった時にその方々と一緒になるのがもう本当にね、何とも言えない感動がありました ね、 ね、本当テレビで130あるかもしれないです、生で見に行ったの初めて。それどこで見に行ったんですか。単独渋谷にあったじゃないですか。あ、はい、劇場が公園通り、劇場公園通りだ、うんうん、それかもしれないですね。へえ、じゃあもう結構な年だよね。もう大学かな、それぐらいですかね。それ何農業大学でしたっけ。なんでそっか山形引きずってるんですかそれ。いやいやいや、もう東海大学です。ああそう、東京大学じゃないですか。東京大学だったんですね。田舎も全部農業してるわけじゃないですかね。あそうなんですよ。山形って農大しかないと思ってたんで。なんでだよ。東京出てきてますよ。農大とコープしかないと思って。違うんですね。全員桜物語じゃないですよ山形は。何言ってんすか。そうですか。当たり前じゃないですか。二毛作っていうのがこうテーマの、ね、違いますよ。クセですよ、うちは。はい、ということでまあまあ、ぜひねこのきっかけにね、ぜひ見に来ていただけたらな。いやでも本当影響を受けてね。そうですね。っていうのはあるかもわかんないですからね。それこそ本当に福留選手が昔少年野球教室で、うん、立浪選手から直々に指導を受けたのがきっかけで中日入りたいと思ったみたいな。まあだからって漫才協会入りたいという子供が増えるとは思えないけども、うん、ぜひぜひね、これきっかけにまあ演芸にちょっと興味持ってもらえたらなと。福留金取りすぎでしょ、福留ね。阪神ね。それちょっと金上げすぎですよ、ね。それロケット団の番組の方でやってました。その風刺の方の番組。オレオレ詐欺ですよ、福留。ああ終わっちゃった。はい、終わっちゃいましたね。終わっちゃったね。はい、本当ね。またじゃあ来週、ね、港さんのメール読みます。皆さんまた読むんですか。はい。読んだでしょ。先週読んだメールを来週何回も読むんですか。はい。いくら来ないからって。来ねんだもん。はい、さあということで、はい、実はね、漫才協会のね、うん、怖い話っていうのをちょっとしたいっていう。意向があって、怖い話。僕ねトイレに新品のビニール袋が釣ってあるのすごい怖くて、あれ前からある、ずっとあるでしょ。あれ何なんですか。で用途も特に張り紙されてないの、うん、あ意味わかんないですよね。でもね俺最近やっと分かったの、うん、あれ多分、うん、失禁した師匠が下着を詰めるために釣ってんじゃないかと思って多分それ正解だと思う。マジで、なんで俺その答えが浮かんだかっていうと、うん、俺もちょっとこの間尿漏れした時にあ、いいところに袋あんだ、これだって思ったの。だそう考えたら、そう考えたらね、そんなに減ってもないですからね。だから どうなんだ、だからあれじゃないですか、ちゃんとやっぱ継ぎ足し継ぎ足ししてんじゃないですか。してんじゃん、誰が。老舗のソースの味みたいな感じでビニール袋も継ぎ足してんじゃん。今村さんしてんのかな。今村さんがやったら、そこが人気のゆえんだよね。そっか、そこですか。そうですよ、そのケア決め細やからね。そうですね。はい、ということで、まあ今後ねお客さんもご高齢の方いらっしゃってますから、はい、もし仮に失禁
信したお客さんいらっしゃいましたら、はい、ぜひ受付にこそっとビニール袋頂戴。